手は後ろに回していてください。危ないですから。それから決して動かないでくださいね。先輩、今からでも竹光に持ち帰ってはダメですか？では、参ります。大丈夫ですか？直立しているのも辛いものですよ。
うでしょうか。ただ、真剣を向けられる恐怖というのは、筆舌に尽くしがたいと思いますから。刀には私の方が慣れています。少し休憩にしましょう。私もそろそろ腕が。大体4時間くらいですね。そうでしょうか。我ながら信じがたいことですが、うまくいくことも、ひょっとしたらあるかもしれません。かつて、ここまで集中して稽古に取り組んだことも、ないような気がしますから。ないはずありませんよ。どうしてそれを？私が熱意に欠けていると。先輩の言うことは多分正しいです。そうですよね。腰掛けのような気分でいるくせに溶け込みたいもあったものじゃない。目から鱗が落ちた気分です。ありがとうございました。
輩にはお世話になりっぱなしですね。この今日で粉通しの骨子をつかむとは。まさか本当に天海さんの存在が効果があるとは思いもよらないことでした。行列してまで宝くじを買い求めますよ。似たようなものです。冗談はそれくらいにして、実際物事にはおのずと限界がありますからね。まあ、あの子は才能にあふれる剣士ですから、私の想像を超えたとしても不思議ではないですね。それは年の功ですよ。年齢には差がありましたが、才能の差ではありません。捉え方をしたのかもしれませんけどね。ただ年は確かに縮められませんが、実力はそうとは限らないです。出蘭の誉れという言葉もありますから。私はあの子にとって実に半端な時に命を落としてしまったんだなと思います。
思っているんです。いよいよ体の成長が追いつくという頃でしたから、つまりやっと対等の位置に並べるという矢先に、凛花は己の力をぶつける相手を失ってしまったことになるんです。死人はしばしば美化されますからね。あの子の中では私は柳生十兵衛にも勝る剣客になっているのではないでしょうか。何しろ幽霊ですからね。竹刀も持てませんから。足元をよく見てください。浮かんでいるはずです。残念ですが、私たちの次の試合は天国まで持ち越しということですね。私もですよ。お兄ちゃん、もう放課後だよ。何があれよ。っていうか、今はもう放課後なんですけど。授業中ずっと寝てるんだもん。私の方がヒヤヒヤしちゃったわよ。やおら立ち上がったと思ったら、僕には今幽霊がついているんですとか口走って。そしたら先生、まるでお兄ちゃんなんか存在しないかのように無視して授業を進めていった。言うな。それに義務教育じゃないでしょうが。寝ていただけのくせに。っていうか本気なの？私はバイトに行くね。
先輩。もうそのこと。ええ、むしろつい寝過ごしてしまいました。ただ安眠はできましたが、まだ完成したわけじゃありませんからね。段階は終わり、あとはいよいよ完成させるだけです。もっとも今日完成させられないようなら、明日の午前6時には間に合わないわけですが、まだです。すでに一袋粉塵を使ってしまいました。お願いします。ああいうことはもうできればなしにしたいところです。先輩もです。いえ、逆に言うと、この程度のことで失敗するようなら、実戦では到底使えないということになります。そのくらいで結構です。
師に頼んでこんなものを用意してもらったんです。粉の動きをよく見るためです。眩しいくらいですね。呆れていました。ただ王叟流の稽古を積む分には父も文句は言えませんから。本当です、先輩の髪赤っぽくなってますよ。実は自分の中に確信があるんです。時間までにはきっと粉刀書を体得できる、そんな確信があります。はい、こんな心境に至ったのは今までの人生で初めてかもしれません。まあ、できもしないうちから大きな口を叩くものではありませんが。そうですね。本来ならば1年をかけて終了する技です。そんなことはないですよ。思い出ではないです、記憶ですから。倒すことができれば、
ちの確信はまだ持ったことがありません。はい、七つ胴落としがそれに当たります。大体は掴んでいます。どうやら完成したみたいです。はい、ですね。20分くらいです。あ、そのことなんですが。何が起こるか分からず危険です。だから私一人の方がいいのではないでしょうか。ですが、そんなことはないです。わかりました。じゃあ、さようなら。